佐藤、ちょっと。はい、お疲れ様です。この学校バイト禁止だよな。もちろん。お前まさかバイトとかしてないよな。しません。バイトしてるな。はぁ、やっと一週間終わった。マジ一週間って疲れるな。この時間面白いテレビとかやってたっけ？フライデーレイトショー。金曜こそ、夜更かせ。あ、そっか、今日金曜だから夜更かせやってるわ。街中で個人的なニュースを聞いてみた件。これ面白いんだよな。あ、こんにちは。まずはこちらの男性、お兄さんは何をされてる方ですか？あ、僕 YouTuber をやってます。そうなんですね。なんて名前ですか？まさきの人生は楽しいっていう全部カタカナでなんですけど。長いっすね。あ、すいません、もう知らない YouTuber だな。今個人的なニュースを聞いてるんですけど。ニュースですか？あ、最近特技ができました。特技ができた。お、どうでもいいな。どんな特技なんですか？水の早飲みです。早速やってもらうことに。いきます。我々の時間を返してください。これ夜更かせですか？あ、いつも見てます。続いてはこちらの男子高校生。あれ、これうちのクラスの佐藤じゃないか？今個人的なニュースを聞いてるんですけど。あ、僕が通ってる高校が校則でアルバイト禁止なんですけど、今学校に内緒でバイトしてて、それがちょっと最近先生にバレそうなんですよね。バイトしてるのが学校にバレそう。どんな感じでバレそうなんですか？あ、僕コンビニと居酒屋とカラオケとファミレスでバイトしてるんですけど。バイト禁止なのにめっちゃ掛け持ちしてる。めっちゃバイトしてるじゃないですか。そうなんですよ。それでこの前コンビニのバイト中に一人のおばあさんが ATM 使ってて、ちょっと孫ついてたんで声かけたんですけど、それがどうやら振り込め詐欺で、それを警察に通報して止めたら、なんか警察から感謝状もらっちゃって、その感謝状が学校に届いちゃって、それ見て先生が俺がコンビニでバイトしてるんじゃないかって疑っちゃって。活躍しすぎてバイトしてるのバレそう。やばいじゃないですか。それバレたでしょ。いや、なんかその時はなんとかコンビニの常連ですって言って乗り切ったんですけど。先生鈍感すぎる。この放送とかも先生に見られたりしたらバレるんじゃないですか。いや、先生めっちゃ察し悪いんで多分大丈夫です。先生こいつバイトしてます。あ、熱だ。続いてはこちらの女性。あ、まだ夜更かせやってるわ。またバレなかった。私の名前はまさき、ただの YouTuber じゃございません。あなたの心の隙間を埋めいたします。いえ、お金は全然持っていません。私が欲しいのはあなたの笑顔、あなたのチャンネル登録です。ドーン。